ナショナルジオグラフィックパートナーズは、非営利団体のナショナルジオグラフィック協会と、ウォルトディズニーカンパニーのテレビ放送部門ウォルトディズニーテレビジョンによる合弁企業、雑誌の発行や専門チャンネルの運営を通して、協会及びその研究に関する広報活動を行っている。もともとは21世紀フォックスとナショナルジオグラフィック協会によって設立されたが、 2019年3月20日に、ウォルト・ディズニー・カンパニーが21世紀フォックスの大部分を買収したことで、その事業を受け継いだ。1997年、ナショナルジオグラフィック協会は、21世紀フォックスの前身であるニューズコーポレーションと共同で、テレビチャンネルナショナルジオグラフィックを立ち上げた。そのためこの2つの組織には強い結びつきができていた。 2015年9月9日、ナショナルジオグラフィック協会は21世紀フォックスと共に新たに営利目的の組織としてナショナルジオグラフィックパートナーズを設立することを発表した。そして雑誌、ナショナルジオグラフィックの発行、テレビ番組の制作、放送などメディアに関する事業はこの組織の下で行われることとなった。2019年3月20日に ウォルトディズニーカンパニーが21世紀フォックスを買収したため、フォックスの持ち分はウォルトディズニーテレビジョンに移行し、テレビチャンネルもウォルトディズニーテレビジョン参加となった。ありがとうございます。